エド・デ・ラハンティは、アメリカ合衆国オハイオ州クリーブランド出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。愛称は、ビッグエド。5人兄弟の長男で、5人全員がプロの野球選手として活躍した経歴を持つ。1888年5月に、トライステートリーグのホイーリング球団から、フィラデルフィア・クエーカーズに入団する。デビュー当時は、内野手。 外野手を半分ずつこなしていた。1890年にプレイヤーズリーグに1年参加した後、翌年再びフィリーズに戻り、主に外野手として試合に出るようになった。守備での動きは俊敏だったそうで、当時はヒューマングラスホッパーの異名も持っていた。打撃面では1892年に初めて打率が3割を超え、この年、リーグ最多の21本の三塁打と、 超打率リーグ1位の記録を残す。その後1893年に、当主、本塁間の距離が60フィート6インチとなる、ルール改定によって、デラハンティの打撃成績は、飛躍的に向上した。同年、デラハンティはリーグ最多となる19本の本塁打と146打点を挙げる。翌1894年と1895年は、いずれも打率が4割を超えた。 1896年には二塁打44、本塁打13、打点126をマーク。1899年には自身三度目の4割多いとなる打率。410で首位打者となる。同年の137打点と238安打55本の二塁打もいずれもリーグ最多であった。デラハンティは1901年までフィリーズの主軸として活躍していたが、 アメリカンリーグ設立後の1902年にワシントン・セネターズに移籍する。この年でラハンティは打率376で自身2度目の首位打者となる。その後もセネターズの牽引役を期待されていたが1903年のシーズン中にナヤガラ川で事故し、1945年アメリカ野球殿堂のベテランズ委員会により殿堂入り選手に選出された。 1903年6月25日の試合後、デラハンティは遠征中のチームから離れる。長く会っていない夫人に会うためという。7月2日、カナダからアメリカへ向かう列車の車中で泥酔した。デラハンティは、オンタリオ州フォートエリーのブリッジバーグ駅で、強制的に列車から降ろされた。この駅は、ナイアガラ側の起点側に位置し、ナイアガラの滝からは上流に離れた地域にある。 7月2日の夜、デラハンティは列車を追ってアメリカへの旅を続けようとし、駅近くの川に架か,かる鉄道橋インターナショナル鉄道橋をカナダ側からアメリカ側へ渡ろうとした。この橋は稼働橋であり、当時は船を通過させるために橋が開かれていた。ニューヨークタイムズ紙が伝えた警備員の証言によると、デラハンティは通行禁止の橋を歩いて渡ろうとし、これを見た。 警備員が制止するとアメリカ側へ向けて橋の上を逃走、途中で橋の下を流れるナイアガラ側に転落したと言う。残された手荷物などから転落者が名の知れた野球選手であることが判明し、行方不明者として橋の下流一帯が捜索された。7月9日、デラハンティの遺体はナイアガラの滝の下流にあるナイアガラ渓谷で発見された。 転落現場で溺れた後、流されてきたものと考えられている。彼の遺体は、ナイアガラの滝壺を運行する遊覧船切りの乙女号の船着き場付近で見つかり、船のスクリューに巻き込まれたと見られる損傷があった。デラハンティノ氏は飲酒の影響による事故とされているが、夜間の出来事ということもあり、不詳な点が多い。スポーツ歴史家のマイク・ソウェルは1992年の実女従来に、 1903ザミステリアスデソーブホールオブフェイマービッグエドデリハンティの中で事故の他にも自殺や強盗殺人の可能性があるとしている。ありがとうございます。